匠との話をまだいくつか書くつもりだが、俺が途中で飽きるかもしれんし、叩かれてへこんで辞めるかもしれないので、先に一連の出来事のうちである、師匠の失踪について書いておく。俺が3回生、単位27、プ、の時、師匠はその大学の図書館司書の職に就いていた。その頃師匠はかなり精神的に参ってて、よく、そこに女がいる。とか言っては、何もない空間にビクビクしていた。俺は何も感じないが、俺は師匠より霊感がないので、師匠には見えるんだと思って一緒にビビっていた。変だと思い始めたのは3回生の秋頃。師匠とは滅多に会わなくなっていたが、ある時学食で一緒になって同じテーブルに着いた時。後ろの席、何人見える？と言い出した。夜9時前で学食はガラガラ。後ろのテーブルにも誰も座っていなかった。何か見えるんすか？と言うと。いるだろう？何人いる？とガタガタ震え出した。耳鳴りもないし、出る時独特の悪感もない。俺はその時思った。疲れてると思い込んでるのでは。俺は思いついて、大丈夫ですよ。何もいませんよ。と言うと。そうか。そうだよね。と安心したような顔をしたのだ。確信した。霊はここにいない。師匠の頭に住みついてるのだ。発狂、という言葉が浮かんで、俺は悲しくなり、無性に泣きたかった。百話物語もしたし、肝試しもしまくった。罰当たりなこともいっぱいしたし、恒例実験までした。いい加減取り憑かれてもおかしくない。でも多分、師匠の発狂の理由は違う。食事をした3日後に師匠は失踪した。探すなという置き手紙があったので動けなかった。師匠の家庭は複雑だったらしく、大学から連絡が行って、おばとかいう人がアパートを整理しに来た。すごい感じ悪いババアで、親友だったと言ってもすぐ追い出された。師匠の失踪前の様子くらい聞くだろうに。結局それっきり。しかし、俺なりに思うところがある。俺が大学に入った頃、まことしやかに流れていた噂。あいつは人殺してる。冗談めかして先輩たちが言っていたが、あれは多分真実だ。師匠は、抑揚と言っていたことがある。死体をどこに埋めるか。それが全てだ。この手のジョークは突っ込まないという暗黙のルールがあったが、そんな話をする時の目がやたら怖かった。そして今にして思いゾッとするのだが、師匠の車で巡った数々の心霊スポット。中でもある山、皆殺しの家という名所、に行った時、こんなことを言っていた。不特定多数の人間が深夜、人を忍んで行動する。そして怪奇な噂。怨恨でなければ個人は特定できない。聞いた時は何を言っているのかわからなかったが、多分師匠は心霊スポットを巡りながら、埋める場所を探していたのではないだろうか。俺が何よりゾッとするのは、俺が助手席に乗っている時、あの車のトランクの中にそれがあったなら。今思うと、あの人についてはわからないことだらけだ。ただ見える人間でも、心の中に救う闇には勝てなかった。性格が変わったあのそうめん事件の頃から、師匠は徐々に狂い始めていたのではないだろうか。師匠の忘れられない言葉がある。俺が初めて本格的な心霊スポットに連れて行かれ、ビビり切っている時師匠がこう言った。こんな暗闇のどこが怖いんだ。目をつぶってみろ。それがこの世で最も深い闇だ。